ご覧いただきましょう、一時代を築きました偉大なプレーヤー加茂さんとベッケンバウアー氏、この2人がですね、両チームの名誉監督でした。赤のユニフォームがバイエルン、そして緑が日本リーグ選抜です。立ち上がりのこのバイエルン、どんなふうにご覧になりました？そうですね、なんか最初は様子を見てたような感じですけどもね、まずフリーキックです。コーラー頭で合わせて、これはあの金子君がよくカバーしましたよね。ポールファルトに合わせたかったんでしょうけどもね。そうですね。そして日本前半9分、木村フリーキックです。直接狙った。この角度は彼が最も得意とする角度ですね、はいはい、さらに16分です。日本インターセプト、そして木村へ持ち込む。木村持ち込む、一人かわした、シュート、日本1点先制です。これはパーフェクトなテクニックが出ましたね、本当に木村君らしい小気味の出た、これもあのアウトサイドにかけてですね、はい、素晴らしいコースにシュートしてますね。ゴールキーパーのアウマン一歩も動けませんでしたね。そして22分です。日本がパスをつなぎます。柱谷、ラモスへ、また今度は田口シュート、すごいシュートですね。素晴らしいですね。田口君はもともとパワーがありますけどね、はい、シュートは素晴らしかったです。さらに日本チャンスが続きます。このプレーで反町が倒されました。日本がフリーキック、正面やや右、木村が左へ、金子ヘディング、そして橋渡り。加藤さん、今のパスのつなぎ方、そうですね、一番オーソドックスなあの戦法なんですけどね、惜しかったです。そしてここも日本です。橋渡り、ラモス、そして橋渡り、ちょっとねトラップに落ちすぎましたが、しかしあのよくオーバーラップしましたね、はい、前半は1対0日本リードで終了しました。ベッケンバウアーは心なしか渋い表情です。しかし後半なんですが、加藤さん、バイエルン攻撃が随分厳しくなったんじゃないですか？そうですね、かなりあの前へかけてきましたからね。日本がボールを取っても奪い返されるシーンがね、数多く見られましたね。出てきましたね。本当に厳しい攻めをし始めたバイエルンです。後半の4分、フリーキック、ちょんと右へシュート、バックに当たって跳ね返ったこぼれ球、シュート入った、1対1の同点。ボールファルト、冷静ですね。そうですね、これは本当にキーパーの動きをよく見てですね、はい、冷静にシュートしてますね。森下の動きをよく見ていったボールファルト、これで1対1の同点です。さらに9分です。後半の9分、森下が大きく蹴り返します。グラマーヘディング、縦パス1本、田口空振り、ボールファルト、胸で落としてシュート入りました。これもあの強くはないですけどね、キーパーの動きを見て冷静にボールを流してますね。この胸での落とし方なんていうのも、試みにくいそうですね。ゴールキーパーも逆疲れたような、そんなね感じもするんですがね。そうですね、これは本当にあのキーパーの動きをよく見た冷静なシュートですね、はい、あそこに決められてはもうしょうがないといった感じですか。しかしこの後はですね、これ疲れですか、日本気落ちですかね。もうバイエルンに攻められる一方でしたね。あのボールを取ってからのですね、はい、飛び出しがものすごく速かったんですね、それにまあ突ききれなかったと、はい、前半かなり日本いいディフェンスの動きをしたんですが、ね、それともう一つはミスがやっぱり出ましたね、後半に入って疲れもありますか。そうですね、やはりその前にですね、疲れを誘発した技術的なミスって言いますかね、はい。